ト VS ガードマン出てきてください。ではまず、ヨーク AKA DJ レッドブラッドからビート聞いてみましょう。お願いします。DJ、 では続いて DJ チャカビートの方お願いします。数字だけに飛びついてる業界人バイバイ、止めてみな、これは引きじゃないんだ、神の采配。ではこれを踏まえてじゃんけんの方お願いします。ここで、では立ち位置入れ替わってください。そして、イエローゴートにビートの選択権がございます。チャカ君、では、ビートはチャカ、ハショテツ3本先行、イエローゴート後攻、ガードマンでお願いします。いやいや、準備の方よろしいでしょうか。ではいきます。先行イエローゴート、後攻ガードマン、レディーファイト。Bars on my neck, bars on my neck. 誰の言葉すらもパンツしね。Bars on my neck, bars on my neck. 熱血先生みたいなバスや首なら震え。Bars on my neck, bars on my neck. 暑苦しいだけではほら首なら震えない。Bars on my neck, 虫歯もほらねっか。あんたの声音楽それ聞かせてみんな。俺の音楽はここにあるからな、ストレートで俺もずっと気持ち伝えるってこと。誰が勝てんのって、俺は負けんぞって、おい、その乗り方今日出てる全員がやってんぞ。それで勝てるか、まるでメッセージがねえ奴が追いつきと俺は思う、追いつきながら中身だけじゃねえな、形だけじゃねえな、畳みかけるぜ、かなり前に進むためだぜ。ああこの乗り方全員がやってんぞって、あんたがそれできんの一体何年後ってわからん、わからんよそれ。半端じゃ半端じゃないこと言いに来てる。小学校の時こういう先生いたよね、全部無視してクールな風を吹かしに来たよ。上げていく先行、乗りこなしてあげるよ。あんたは熱血以外に何。小学校の時こういう生徒いたよね、不登校で何も参加せえけん、お前そういうタイプ。俺はみんなで作り上げたい、だからこそこのマイクを次に変えたい。その気持ちがあるから戦ってんだ、お前のアンサーがねなら頑張らせ、そのにやけ顔だって今見たよ、何年後今見せてやるよ完成を。ほら見た、ほら見た、ここほら見てみ、はぁはぁ、マジくだらないその話。小学校の時のこの生徒いたよねって、ラップバトルは文化祭じゃねえよ、わかりますか。行事ごと参加しなくてもマイク一本、不登校のやつらの方が正直多いんじゃねえの。なあ心の声聞かせてくれよ。お前がさっき先生って言ってきたやん、俺それにアンサー返しただけ。つまりアンサー、つまり耐えた半端では止められっか、俺はしないバトル劣化。いつか成功じゃなく今の成功、まるで地下で炎上するためにエンジョイ。変われねえ繋ぐ友情ごっこじゃねえ、俺は変われねえマイク握ってずっとここ。終了、ナイスバトルでございます。では、判定の方行きたいのですが、ジャッジはできそうでしょうか。では行きます。レディージャッジ、先行先行先行、勝者イエローゴート、ガードマンにも大きな拍手をお願いします。ガードマン何かありますか。な、家族って MV 出しました、聞いてください。初めてラッパーっぽいこと言った。いや、ガードマンの家族、皆さん聞いてあげてください。